はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのお話、人気のショップのいいところをたくさん語っていきます。ちょっと悪いところもよっ。はい、今日は皆さんが知っている全国的にあるような超人気のお店についてたくさん語っていきたいと思います。皆さんがよく行くお店、大好きなお店が出てきますので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツ人気ショップへゴーゴーゴー。どうぞどうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。はい、人気のショップのお話、まあ主にインテリアとかね、雑貨が置いてあるようなお店。はい、ではまずニトリ。お値段以上。お値段以上。それがニトリ。ニトリさんは全国的にありますよね。皆さんも行ったことありますよね。ああ、あなたの村にはないか。近くにはあるよね。とにかくニトリさんは店舗数が多いと思うので、皆さんも利用したことがあると思います。家に1アイテムあるんじゃないですか。まずニトリさんのいいところは、本当に価格が安い。しかも品揃えがすごい。家具や家電、寝具から雑貨まで、家の中で必要な、生活に必要なものが全て揃っている。そして安い。そりゃお値段以上になっちゃいますよね。僕の家の中では掛け布団カバーはニトリさんですね。柔らかくていいんです。ちょっと買い替えようとしてるけど。そうなのかい。でもニトリさんでまた買う場合もありますからね。他で言うと、ベランダで使っている水抜きサンダルでしょ。他にもあるはず。何でも揃うから、とりあえずニトリさんに言っとけば大丈夫。そんな印象を受けています。ニトリさんの N シリーズなんてとっても人気なシリーズですよね。寝具で言うと N ウォームや N クール。 N ウォームは暖かい。なんで夏なのに N ウォーム。 CM が思い出せなかった。 N クールは冷たい。もう規模が大きくなっていますからね。きっと商品の開発にもすっごい力を入れていて、本当に安くていいもの、ありがたいですよね。そういうものがたくさんあります。じゃあ逆にニトリさんの悪いところなんてあるの？そんなにないね。強いて言うと安すぎるから、たくさん買ってしまう可能性がある。しっかり選ばないと、余分なものを買ってしまう可能性があるんですよね。それは怖いよ。あなたもやったことありますよね。あの時見てましたよ。怖いぞ。そんな暇じゃない。商品もいい。安さがすごい。そうなったら買いすぎる。それは必然的なのかもしれませんが、ちょっと興奮しますもんね。だけどお子さんがいたりして、家族で暮らしている方、数が増えてくればね、金額が上がるものですけど、ニトリさんなら大丈夫。家族で暮らしている方には特におすすめです。今日行った方もいるでしょ。あなたに言ってますよ。見てましたよ、みんな。はーい、次。はい、次のショップ、次はイケア。イケア、イケヤじゃないよ。創業150年、イケヤ。日本橋とかにないよ。おしゃれな家具、雑貨も豊富。そして食事、いろいろなものがあるお店。だけどイケアさんってそんなにないよね。いきなりデメリット。そんなにないと感じるのは、本当に行きたいから。うまく切り返したね。うん、あなたの村にはないしね。自分の村にもないくせに。はい、圧倒的にない。とにかく IKEA さんのいいところ、いいところは圧倒的におしゃれ。おしゃれすぎるほどにおしゃれ。自分の家とは合わないな。そのぐらいおしゃれなものが多いです。なんだってスウェーデンですからね。 IKEA さんの店内を進んでいくと、 IKEA さんの家具で構成された部屋、その展示スペースがとてもいいんですよね。こんなおしゃれな部屋、羨ましい。私の家にはこれが使えるかな。想像はできます。冷蔵庫開けちゃったりしてね、食事するところもあるので、もう1日入れますよね。もうテーマパーク。お子さんを預けるところもあってね。ポイ投げない。すいません、子供好き。普通にね、派手なものも多いけど、シンプルなものもあったりして、僕が使っているアイテムとしては、よく買っていたのはジップロック。皆さんも買ったことありますよね。誰かに何かをあげるとき、 IKEA のジップロックであげちゃったりしてね。私おしゃれでしょ。そんな人いないよ。僕はやってたけどね。お店の方では IKEA さんの有名なワゴンを使っているし、インスタなんかでおしゃれな部屋をよく見ると、サイドテーブルなんかも人気ですよね。あの正方形のやつ、全体的に価格も安いですよね。だけどしかし、バッ、家具は組み立てが多い。女子だけだと大変かもしれません。手伝ってあげるよ。住所教えて。個人情報、怖がらせてごめんね。はじめ手伝ってほしいぞ。わしの家に来て手伝ってくれ。孫からIKEAの家具をプレゼントされたんだ。じゃあ孫が組み立てる。ひどいよそれは。組み立てまでやってあげて。とにかくIKEAの家具は組み立ての場合が多いので、その手間も考えて購入するようにしましょう。あと店舗が広いから、回ってるとちょっぴり疲れちゃう。散々回って最後にジップロックだけ買う。レジすごい並んでるよ。いらないかもな。
そうやって戻ったこともあります。平日休みでそれですからね。土日はどうなっちゃうんだろう。まあそれほどに人気で楽しめる場所です。IKEA のアイテムを取り入れると部屋がとってもおしゃれになります。インパクトのあるものを1点入れてもいいしね。まあ家から5分のところに IKEA がありますなんて人はいないと思いますけど。え？港に住んでる？ぜひね、お休みを使って行ってみてはどうですか？その時は絶対マスクしてね。コンビニでもして。そうだね。はーい、次。はい、じゃあ次はフランフランフラン、いい子いざん。すいません。次はフラン、減らしすぎ。フランフラン、フランフラン、みんな知ってますか？フランクフランクじゃないよ。それは初期にやってたん。どうぞ。本当はやってないけどね。フランフランと言ったらもう憧れ。家具なんて変えたらすごい。僕が使っているものとしては、昔カトラリーはストライプのフランフランのもので揃えていたし、フランフランのラグはこの前まで使っていたし、いつも写っているウォールステッカーもフランフランのものです。ちょっと上切れちゃってるけど、そんなにめっちゃ安いってことはないけれど、おしゃれなものが多いです。少し思うこととしては、僕みたいなおっさんにしてはちょっと可愛らしいアイテムが多すぎ。20代女子の部屋、そういう方には本当に合う、割とラブリーなものが多いので、女子には特におすすめです。女子って私のことを言っているんだよね。言ってみるわ。いくつになっても女子は女子、部屋を可愛く彩るものが多いです。だけどフランフランってアウトレットにもお店を出していて、フランフランバザーっていう名前でやっているんですけど、僕はフランフランバザーで買ったタオルを使っているんですけど、そちらにはね、シンプルなものも多いです。ちょっと前にフランフランバザーの商品もネットで買えるようになったので、そちらをね、ぜひチェックしてみてください。フランフランはそんなところ、ぜひ行ってみてください。ほーい、次。はい、次は無印良品。僕の家には持ち物が少ないんですけど、無印良品のものが多いですね。前動画にもしましたけど、ぜひこちらもご覧ください。宣伝すんな、すいません。でもおすすめばかりだから見てみて。いろいろなものを使っているんですけど、無印良品の特徴としてはナチュラルでシンプルなものが多い。素材にこだわっていたりとか、どこもそうだと思うんですけど、商品を見ると、あー、お客さんのこと考えて作ってくれてるな、そんな感じがするんですよね。食品も美味しいしね。いろいろなものがあって大好きなんですけど、まあ強いてデメリットをあげるとしたら、シンプル、すっごいシンプル。シンプルなものが大好きな人にはドハマりするけど、派手なものが好きな人には全くハマらなそう。中リーサさんの家には何かあるのかな。好きだったらごめん。そんなにビビッドな色を使ったものとかはありませんが、シンプルなものっていうのは長く使えるようなものが多いです。派手だと飽きやすかったりはするんですけど、シンプルなものだったら年をとってもそんなに飽きずに使えるんですよね。シンプルで生活によく馴染みます。僕はね、もう今後使わないものに対しては潔く手放す、新しいものを入れたら手放すようにはしているんですけど、気づいた時には無印良品のアイテムがたくさん残っていましたね。それは商品の質も高いということじゃないですかね。使いやすいものが多いです。商品がシンプルすぎてなんか買うものが見つからない、そういうことにね、なんか陥りがちだったりするんですけど、そういう時は僕がよく挙げている無印良品のおすすめ品、購入品などの動画を見てくださいね。頭に入れてから店舗に行くといい商品が見つかります。だから見てみてね。宣伝やめろ。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日は人気のショップニトリ、 IKEA、 無印良品、フランフラン、いろいろなお店のことを話してきました。本当に共通して言えることは、そういうお店たちが競争して買う側にとっていいものを作ってくれている、努力してくれている、どのお店も最高です。だから人気がある、みんな行きたくなるんですよね。何か必要なものがあった時、今日お話ししたお店に行ってみてはどうですか。自分の生活をさらに快適にしていきましょう。はい、今日の動画が参考になってよ、共感できたよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。私は今日出たこのお店が好きです。皆さんが好きなお店もコメントで教えてください。ニトリ、もうそういうね、一言のコメントもありがたいです。好きなお店を教えてください。よかったらチャンネル登録のボタンもポチッとよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエイ。